そっと心の奥光宿した、灯火の間に舞い、お客様がいるでしゅ。あら、チビ。同じ緑色のあやかしでしゅ。同盟を組むでしゅ。強いんでしか。でも同じ巨弱な匂いがするのでしゅ。裏切り者。同盟を組んだ覚えはござらん。ご飯でしゅ。おいしょ。キュウリをくださいでしゅ。焼け食いでしゅ。ごちそうさまでござる。とっても満たされたでござる。よかった。またあれから一週間。誰も来ないでしょ。言わないでよ。もうキュウリ屋に変えちゃおっか。やったでしゅ。やったでしゅ。キュウリ屋解明するでしょ。あんたそんなところに。お医者の寝相が悪くて早く足しかけたでしょ。お医者が起きるの待ってたでしょ。ごめんごめん、すぐに何か作るわ。シャク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 。これ全部イカチミーチで買ってきたんですか。楽しみでしょね、お医者。あんたね、なんでついてくるのよ。僕はお医者の眷属でしゅ。眷属はマスコットと癒しの役割を担い、主の贅沢三昧のおこぼれをもらうのでしゅ。さ、張り切っていくでしゅよ、お医者。おぉ、気持ちいい。このお湯少しとろっとしてるのね。くしゃーん。